はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ダイナソアですね、やっていきましょう。先ほどのパートでちょっと急いであげたんですが、もう私のボケにも拍車がかかってますね。ちょっと困っちゃったね。ちなみに今ね、町に帰ろうとしたらここからは糸使えませんでしたので、仕方がないので、糸巻き使えるところまで行ってから帰りたいと思いますね。さあ、なかなかね、あ、しまった、休むの忘れてる。あっちゃー。で、よいしょ。ワットさんやばいね。でも先に火のもの来たれ。で、寝かしましょう。これ間違えたら多分誰か一人死ぬね。ララバイじゃなくて、いつもみたいに、いつものミスみたいにリズミック使っちゃうとね。さあ、で、殴っちゃおう。で、恩恵使っちゃいましょうか。ワッツさんだね。さあ、リフレックスの効果が見たいねーと。お、すごくダメージ痛いね。じゃあね、恩恵使っちゃいましょうか。ワッツさんね。二人で恩恵しちゃう？てか、ワッツさんも恩恵使えちゃうんだけどね。あ、仲間呼んじゃったよ。恩恵を、ワッツさんだね。で、また恩恵をケイスさんだね。火の精霊が、あ、今行ったか。うわ、ヒーサすっげえ食らってんね。あ、これ攻撃してもダメなんだ。しまった。いや、痛い。あ、強いね。ヒーサもレベルアップしましたよ。さあ、ここはこのゲームこれがあるからまだ救いだよね。守護法でね。で、1,2,3,4,5,6、 あー、いけた。全開できるんですよね、これね。これってどうなのっていうね気がするんですけど、これはあれだろうね、あの優遇措置なんだろうね、多分ね、なんとなく。でもどうなんだろう、正直ね。これ、あららららら、痛い、遅い、痛いだね。ここはララバイだね。で、また火のもの呼びましょう。さすがに一人足らないんでね。お、麻痺を、今麻痺って出たね。怖い。よいしょ、じゃあ、ヒムンであとはいけるんで、こっちにしとこっか。誰か眠ってる？あ、敵がね。敵が眠ってんだよね。ガーゴル1匹目覚めた。でもここは恩恵にしときましょう。自分にね、もう、あの集中攻撃食らったんだね。恩恵をヒースさんにね。でもあれだね、そう思うと、ぶっちゃけて申し訳ないんですが、オルリクさんいらなかったなオルリクさんあんまりいらないねこうなるとヒースさんちょっと恩恵をね。で、あ、これってひょっとするとエリスさんに総魔法を強くさせるためにこういう措置取ってんのかな。ちょっと勘ぐっちゃうようになりましたね。じゃあここでもう一度ララバイを、もう一回寝てください。50当たったね。まだ早いちょっとアッシュさんとワッツさんのあのスキルが上がんない、これじゃあれのように早いね。なんだろう、もう乱数のように早いというか、適当に早いね。はい、1階の階段と。で、ダリウスの塔1階。ダリウスの塔は、あ、なるほど、と1階ですね。ダリウスの塔1階で、今私どこにいるんだろう。ここは、ということはダリウス自体が使えないんだよね、糸巻きね。もうこの辺が使えないと。ヒースさん、アイテムじゃなくて、あ、そうだ、んでサイレンスね。うん、減ってます。私勘違いしてたんだよね。で、使うとこエリスさんにしないといけないのに、ヒースさんじゃなくてワットさんにしてたりと。あ、でもヒットポイントさほど差がないんだったら、あ
ちがいいんだろう。アーマークラス19でしょ、ワッツさん。あ、17か。そっか、ヒースさんの方が悪いんだ。で、今これは西、あ、ここだね。ね。はい。誰その塔1階だよね。あ、ここか。で、くるっと回って。あー、びっくりした。え、外壁？はい。はいはい。ちょっと待ってね。出るとこ間違えたの？あ、出るとこ間違えたんだ。こうだね。出るとこ間違えました。うわ、お金も4万超えてるよね。すごいね。まあでもちょうどここね、行きたかったんです。外壁の先は崩れてる足元から風が吹き上げてくるばかりであった。はい、終わりです。やっぱ変わんないか、ここは。よいしょ。で、私もう一度戻っていかないといけないんだよね、これね。敵来ちゃったよ。おお、もう敵が素早すぎて困っちゃうね。で、あ、じゃないや。こっちを優先的にやらないと。さっき寝かさないとね、ガーゴル大変なんでね。で、火だ。火のもの来たね。アッシュはそれを打ち消した。おお、ひょっとするとひょっとするのかな。で、今度はこっちだね。なるべく柔らかいものを叩いていきましょうか。今寝かしてるはずなので。あー、恩恵入れちゃおうか。ワッツさん、いや、ひむんだな。で、あなたが恩恵をワッツさんに与えましょう。で、ワットさんは力強いからこっち倒せないね。強いわ。で、そろそろ来たんで、で、これで使いましょうか。力場ソードをね。もう TP ガンガン使っちゃいましょう。もう最悪ね、あれだけできれば。あと、ヒムじゃないね。あ、トラジェディ？これちゃう。強い。あのね、もう守護法人してね、もう1回の戦闘ごと守護法人してガンガン上げてもいい気がしますし、こっちの方が早いよね。はい、エリスさん守護法人ね。もうちょっとメッセージがね、早く動いてくると助かるんですけど。で、地下1階への階段、そうだね。で、ここで私はこう言ってこっちに行かないといけないんだね。ズドーンと。あー、いつものメンバーね。これはね、こっちだね。お、麻痺の呪文なんだ。こらいいわ。麻痺好きのアッシュにはちょうどいいね。アッシュ麻痺大好きだもんね。麻痺するのはね、火麻痺が大好きだもんね。じゃあ何すると、火のもの呼んじゃおう。もう最近ね、めっきり、おー、いいわ。てか今までそんなに麻痺ばっかりアッシュにかけられてたんだね。そら麻痺するわ、アッシュも。ほんとね。で、ここでヒムかな。うん、強いな。やっと倒れた。で、ああそうだね。恩恵をアッシュに。で、ヒムにね、最後ね。で、はい。で、はいと。硬いな、殴っちゃおう。一応2当たんだね。さあ、どうしようかな。どうしようかなと。もうこれぶっちゃけていくか。いや、寝たっけ？寝たよね。うん、寝た。ちょうどいい感じね。ああ、持って帰っちゃった。で、なんだろう、この。ルーチンワーク。はい、入った。で、ドン付きまで行けばいいですね。さ
さあ柔らかいものいきますよ。もう皆さん柔らかいものにね、さっき優先的に攻撃して、また火の元ね。で、土のものは浮いてる人ダメなんだよね。火もんかな。オーケー、今 TP を回復している。ほう、あ、火の字も撒いちゃった。あらあら、技術ね、火も使っちゃいましょう。あら、2匹に避けられちゃった。じゃあ、力場騒動、ここで地のもの読んでもいいんだけどね、2つ、まあ、もう1個まだ空いてるからね。でもまあ、力場騒動でいっちゃいましょうか。はい、ちょうどいい感じ。これ動画的にいいのかな。いやでも今までのあれよりはいいよね。バカスカ出てくる、バカスカエンカウントするよりはいいのかもしれないですね。さあ、やっとダリウスさんと1階に来ました。で今度は2階に上がれということですね。で、OK さん、 OK さんと、で、火のもの読んで、おお、ワットさん、まひられた。で、ヒムンだね。で、アッシュ、やっぱりアッシュによく攻撃食らうから、リフレックスアッシュに大正解だよね。ヒースさんもまひちゃった。ということは、この敵が使ってるのか、となると、先に、ヒースさんもやばいけどね、ヒットポイントが。いや、もう、ここは力場想像で。ワッツ、はい、ありがとう。いやー、火のね、精霊を呼んじゃうとね、ワッツさん殴りでもいけんね。さあはい、守護法人。一昔前だったら、これ守護法人する前にあれだったんだろうね、私の性格だったら、ある程度ヒットポイント回復させてからマジックパワー、あ、 TP の減るのを抑止しながらバランスよく合理的にやってたんだよね。ただ時間という合理化はよくよう計らなかったという昔の私はねそんな感じになっちゃうんだよね。ほんとね、今私こんなにもうめんどくさがりだけど、昔は細かくやってたんですよ。ほんとね、ファイナルファンタジーではポーション必ず99個、街に行くたびに99個に戻しましたもんね。よいしょ、どこ、ここ、あ、ここか。で、あ、あっちまで行くのね。あ、これは、あ、はいはい、はい、わかりましたよ、よいしょ。で、こう行って敵が、敵出るや。うわー、まためんどくさいパターンだなこれ。これなんかヒットポイントずっと回復してくれるようなの精霊さんいないかな。はい、火で、まず寝かす方が先かな。あ、今跳ね返った魔法が跳ね返った気がしたんだけど、よいしょ。で、置きまくったんでもう一回寝かしましょう。で、あなたは恩恵を筆算で、早いよ。で、もういっか、力場騒動いっちゃえ。で、よいしょ。ちょっと強いんだよね、敵がね。恩恵をね、筆算いっちゃおう。硬いね、ガーゴイルはね。ワッツさんから見たらとんでもなく硬いわ。よいしょ。で、よいしょ。はい、守護法人ね。よいしょ。1回、もう1回かな。あ、いらなかった。もう1回休憩しちゃったね。こうで上に行って、次の銃、ここを T 字路を曲がって、ドン突くんだね。
あ、どんついちゃダメだ。あれ？あ、ちょっと待ってね。ちょっとごめんなさいね。これをこういって、こうい。あ、すっごい遠回りしろと。ありがちだね。こういくでしょ。で、これをね、右に曲がれと。で、どんついちゃダメなのか。で、どんついてもいいんだけど、これを左曲がって、どんつけと。ここだね。で、こう曲がっていけと。なんでこの階段の階段のあれ入れてんだろうね。まあおそらくマッピングを妨害するためなんでしょうけど。はい、OK ですね。で、火のかな。で、よいしょ。で、あ、寝かせれたっけ。寝なかったよね。あ、そうだ、寝なかったわ。そうだそうだ、ヒムだった。この敵の組み合わせはヒム一択なんだよね。いや、リフレックスいいわ。ありがとうございます。本当にね、リフレックスすごくいいです。ほんといいわ。はい、ヒーさんね。で、ヒムだね。アッシュが見違えたね。あんだけ麻痺好きのアッシュが麻痺食らわないっていうのはすごいね。早く帰りたいね、街にね。というわけで、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょう。ダイナソー終わっておきます。どうもありがとうございました。とっとっとっと。